とんでもねえのが出やがった。というわけでですね。どういうわけで？ガチャ画面こそ撮影し忘れていたが、このように S ランクキャラのシナモンが当たっており、そしてブームという名前も見た目もなんかヤバそうな S ランクグレード武器も手に入った。それがなんか重要なのか。以前行ったホワイトデイイベントには、特定の装備やキャラを使うと有利に働く仕様があって、このブームもそのボーナスが働く武器なんだ。この武器とホワイトエイリア、ホワイトシナモンを使うと、4割ほどスコアが上昇する。そういうことでこのイベントにはホワイトエイリアでばかり参加していたのだが、偶然にもこの武器も手に入ったので、ゴリゴリスコアが稼げるようになったんだ。残念ながらまだホワイトシナモンは手に入っていないが、いい機会なのでノーマルシナモンとこの武器を使って、ホワイトデイイベントステージで星3つを獲得しようというわけさ。前回のステージはほとんどはしょったものね。いろいろイベントの説明の方が長かったからな。そんなわけでイベントステージを攻略していこう。真ん中からやや左の進行状況に現在の累計スコアと順位が記されている。スコア7609、順位は1557以下。このスコアは最大で10万ポイントまで景品が用意されていて、順位が1位のプレイヤーは5000エレメタルがもらえる。5000エレメタル ?10 連ガチャ5回できるやん。まあさすがにそこまではいけずとも、30位以内くらいまでに入れば1500エレメタルがもらえる。最低でもそこまで目指したい。期間は13日まで、あまり時間なさそうだけど、ノーマルシナモンちゃんで動画撮ってる余裕あるのかしら。このイベント始まってからリセマラしてレベル上げてってやってるから、そもそも今更と言わざるを得ない。動画として残すことができない方が俺にとっては損失だ。もはや食料病。このチャンネルは X ライブのサービス終了後も可能な限りその内容を伝えていくことを目指しているのさ。クロスオーバーの時はあまり動画として資料が残ってなかったからな。なるほど。というわけでノーマルシナモンとブームを使って星3つを獲得できるプレイを目指すとしよう。というわけで最近ほぼ毎日8回くらいプレイしているこのステージにやってまいりました。もっとプレイしてない。正確に数えてないな。あんなに可愛らしいのに回転切りとかすごいわね。このゲームキャラの差別点は2つのスキルと見た目が9割占めるからな。残り1割は何なんだ。見た目の変化により挙動の変化だな。マッチも当たりなんか挙動の重さをはっきり感じ取れる。気のせいと言われれば気のせいかもしれないが、それにしてもシナモンちゃん大暴れだわ。コマンドミッション時代も拳で戦ってはいたからな。視聴者は一体何を見せられているんだ。見た目看護師のキャラが怪しげな体験をぶん回してメカニロイドを次々と葬っている光景だな。本当に何を見せられているんだ。仮にアイリスが解放されたらアイリスがあの剣ぶん回すのか。兄貴のカーネルなら何にも違和感ないけどね。もう結構被弾しているのに全然ライフ減ってないわ。戦闘力が推奨より5倍はあるからな。ってことはもう5万超えてるんか。一つくらいは難易度上げてもギリギリクリアできる。だけど星3つは取れない。今回は星3つ取るのが目的だからあえて低レベルで挑んでるのさ。なんか閉じ込められたね。ここで一定回数雑魚を葬らなければならない。星3つの条件って何だったかしら。キャンディを5つ、チョコレートを3つ集めて、210秒以内にボスを倒す。キャンディの数全然足りなさそうだけど大丈夫なのか。問題はない。どこで5つ手に入るかは必ずポイントが定められている。それを把握すれば星3つを獲得するのは実に簡単だ。ここで雑魚処理が終わったら、上から3つ目のキャンディが降ってくる。そんであの宝箱から2つ目のチョコレートが手に入る。わざわざ拡大して伝えてくれるんだね。ちなみに1つ目のキャンディはプレス地帯に1箇所、2つ目のキャンディと1つ目のチョコレートはここよりちょっと前のコンベアーの上で戦う場所で上から降ってくる。本当にちゃんと暗記しているのね。ここは必ず上、下に行ったら時間のロスだ。雑魚撃破数はスコアに影響を与えないのか。検証してみないと何とも言えないな。撃破数でスコア増えるなら下に行くか。そんで横綱型デコレーションメカニロイド、RT55J は瞬殺する。どうやって？こうやって。なんだ今の？二つ目のダイブトリガー、アローレイだ。そんでこいつを倒すと四つ目のキャンディゲットだ。アローレイ原作の強さをもろに再現してるんだね。ここまで極端ではなかった気がするが間違ってもいないよな。キャンディとチョコ、それぞれあと一個ずつね。最後はボス戦で入手する。ボス戦でも手に入るのか。まずは5つ目のキャンディを回収。固定で置いてあるんだ。次にもう1つ降ってくるポイントがあるのでそこに移動する。ここだ。別のものが降ってこようとしてるみたいだけど。それらに混じって5つ目のチョコレートが落ちてくる。まあ少し待とうか。これで3つ目。これで星の条件であるキャンディ5個、チョコレート3個が揃った。あとはボスを倒しきればそれで終わりだ。一瞬で終わってしまった。そろそろ次へ行く時のようだな。それはそれで大変ではあるが。高順位のためには頑張るしかないわね。
というわけで星3つゲット。スコアは243か。上行った方がいいかもな。というわけで今回の動画はここまでだな。さて今回もフレンド関連で告知がある。またなんかあったのか。以前コミュニティの方でフレンド募集をして、できる限りフレンド登録させていただいたのだが、登録可能人数は40人までで、すでに40人に達してしまった。今でも申請は届くが、公式がフレンド登録可能人数を拡充しない限り、今以上フレンドを増やすことはできない。現在フレンド申請してくださって、フレンド登録できていない方は、フレンド登録可能人数が拡充されるまでお待ちいただくようお願いします。それいつになるんだ？わからん。公式にも要望として意見を送っておく。最後に今回も阿波の人さんのフィギュアを紹介しよう。今回はコマミソの幹部ボスたちか。ネタバレになるからあまり多くは語れないが、後ろのエプシロンのどっしり感がすごいな。っていうことはあの人がラスボスなのね。このゲームコマミソ要素多いから、エプシロンが何らかの形で関わってくることを期待したい。スカーフェイスもそうだけど男らしくてかっこいいもんね。シグマよりカリスマ感を感じるのは多分俺だけではないと思うしな。というわけでご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。